龍虎の剣、に、アーケード、ネオジオ、からの移植作品。前作と基本は同じなので、前作をプレイしていた人は、すぐに馴染めると思います。スーファミ版にしては、結構頑張った移植だと思います。もちろん本家と比べると、いろいろありますが、それはハードの差があるので、仕方がないことです。このスーファミ版には、ボスキャラクターの、バカギースが使用可能となっています。これはでかいですよね。ギースを見せたかったのですが、何度コマンドを入れても、成功しなかったので、すいません。ストーリーは、坂崎家にユリと、タクマが戻って1年が経った、サウスタウンに再び争いが、巻き起ころうとしていた、ザ・キング・オブ・ファイターズ、という莫大な賞金がかかった、格闘大会をめぐって、12人の格闘家たちが、戦いを繰り広げる、この大会の主催者の陰謀に、巻き込まれていく。ワールドヒーローズ、ガロー伝説に次いで、ネオジオからリリースされた、対戦格闘ゲームの移植。ゲーム内容はガロー伝説よりは、スト2よりかな。実はネオジオの格闘ゲームで、初めて連続技が採用された作品でもあります。あと2段ジャンプと空中で飛び道具を打てたのも、この作品が格ゲー界では初でした。かなりスト2を意識した作品で、キャラも難気にスト2っぽい。半蔵は竜っぽいし、ブロッケンはダルシムっぽい。確かに当時は、スト2ブームだったが、ここまで寄せると逆にダメでは?と思ったが、ゲームとしては面白かったです。スーファミ版では、同キャラ対戦が可能になりました。Round one. Fight. Echo down. Echo down. Echo down. Hup. 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 Echo down. Echo down. Hup. 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 Hup.Round one. Fight. Echo down. Echo down. Hup. Ora. Ora. Echo down. Nippo Hurin Kazan. Hup. Hup.
ファイターズヒストリー。この頃は格闘ブームの絶頂期で、様々なメーカーから格闘ゲームが発売されていました。このゲーム、知っている人もいると思いますが、カプコンから、スト2のパクリだ、と、損害賠償と製品の差し止めを求められた作品なんです。そして訴訟から約1年後に和解。ゲームとしては、よくできており、一定以上のダメージを受けると、身につけているものが外れ、気絶するので分かりやすいです。キャラは濃いものが多く、女性キャラも受けを狙っていないのが良い。技数は多くないが、シンプルで楽しめる作品です。溝口の、タイガーバズーカじゃー、歯耳に残りますよね。Round one, fight! Tika Kong, Tika Kong!機動戦士ガンダムウィング、エンドレスデュエル。ガンダム格ゲーの名作を多く作った、夏目が開発したゲームで、ガンダムの動きが重厚感たっぷりで、また移動も2段ジャンプやガードダッシュ、ホバリング、空中ダッシュ、ブーストダッシュ等、多彩な移動手段があり、スピード感抜群またチェーンコンボから、キャンセル必殺技による締め、ダウン状態への追い打ち、空中投げ、投げ抜け等現在の格ゲーにも使われてるシステムが多数搭載されている。またこのゲームに出てくるエティオンは性能がトップクラスに高く、特に超必殺技のスパークウィンドは全キャラの超必殺技の中でトップの威力で、なおかつエネルギーゲージが半分回復するえげつない性能だが、その中身は機体全身から、謎のオーラが発生して、謎のエネルギー弾を発射するというもの。一応言うとエティオンは飛び道具を、一切搭載しない決闘用の機体なのだが、谷枠、火器じゃないからセーフ。またパイロットにトレーズ様が登場するので、別名、エレガントオーラスパークウィンド、と、呼ばれスーパーロボット対戦や、ガンダム格ゲー等に、これの実装を心待ちにしている、ファンがいるとかいないとか。Thank you.
SD 飛竜の剣、カルチャブレーンでの代表作と、言っても良いでしょう。飛竜の剣のシリーズ、個人的には大好きなシリーズで、スーファミ時代までは、新作が出るたびに購入をしていました。今作は今までのシリーズとは違って、心眼システムではなくて、通常の格闘ゲーム、スト2的な、ゲームに変わっています。結構荒削りなゲームですが、ファンとしては十分に楽しめたゲームでした。スト2的な感じで、高度な駆け引きや連続技を求めてしまうと、ダメですが、良くも悪くもない感じで、ファン以外は楽しめないかもですね。やっぱファミコン時代の飛竜の剣が、一番面白かったなぁ。プレステでもシリーズが出ていましたが、手は出さなかったです。今どこかの店で見かけたら、絶対買いますけどね、わら。悠々白書、格闘のショウ。前作は独創的なゲームでしたが、今作は格闘ブームに乗ってなのか、格闘ゲームになりました。格闘ゲームとしての出来は、キャラゲーにしては結構よくできて、バランスも、なかなか良いです。グラフィックも綺麗に描かれていて、幽白の世界観を再現できていると思います。さらにファンには嬉しい、ストーリーモードがあり、原作再現のためか、序盤の方では使えない必殺技があり、ストーリーが進むと使えるようになっていく。あと BGM も良いですね。当時は格闘ブームに乗っかった、クソ格ゲーが多い中、真面目に作ってあり、十分に楽しめる作品になっています。原作愛がある作品だと思います。
話にならない。